こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日の質問はこちらになります。この天板とあの天板、昨日はどう違ういつものようにこんな質問が LINE 公式にやってきました。現在、キッチンリフォームを検討しています。そこで、天板について悩んでいるんです。人工大理石にしようと思うんですが、コーリアンなどの高級天板と 安い人工大理石その機能どっちがどう違うのかキッチンは宝かクリーナップかとうとう3つの候補上がっていますその天板の価格機能の違い教えてください本日の質問人工大理石は価格の違いでどう変わる このテーマー結構皆さん気にされてるんですよねでいろんな方から同じような質問実は以前からも来ていました例えばこちら今普及クラスラクエラでも高級天板そうですコーリアンカウンターの採用がありますそしてこちらトレーシアですねトレーシアの方についても天板がかっこいいブラックやっぱり天板がデザインの決め手になってるんですけれどもカタログを見ていくと腎臓大理石 そうなんですこちら2種類宝はありましてアクリル腎臓大理石そしてその下単なる腎臓大理石で名前はそうなんです腎臓人,人が作るそしてこちらはクリーナップコーリアンカウンターワークトップアクリルストーンワークトップ人工大理石が2種類あるんですこちらは名前は人工そうですよね さらにこちらはクリナップの場合人工大理石にアクリル人工大理石だからはさっきアクリル人造大理石そして普通のリーズダムの方は単なる人工大理石クリナップの場合はコーリアンはコーリアンそしてリーズダムの方はアクリル人工大理石おかしいですねなんか名前もアクリストーンなんかアクリルという名前ですがただしこちらは整形技術で作っている いわゆる整形された整形タイプの人工代理石なんですよね。じゃあ東東はどうなってるのかって見てみると人工代理石これも同じく2種類でカタログ見くとやっぱり人工って書いてましたでコーリアンが高い方そしてライトストーニーはこれ BMC 系というふうにカタログに載っています。BMC 系私の動画見た方あ BMC なのっていう感じですよね。いわゆるこの ていた。他までちょっと紐解いていて、リクシルも見てきました、カタログ。そうすると、これもやっぱり2種類。高い方はコーリアン。そしてリーズダブルな方はシルフィ。そして、これはショールームで聞いたんですけれども、アクリル系 ?BMC 系とかいろいろ聞くと、あ、これアクリル系ですってショールームの方答えてました。いわゆるコーリアン。そしてリーズダブルの方はアクリル系。これは人造大理石。ついに出ましたね。 アクリリルル系人造大理石のーーズナブルなバージョン本当にそうなんです腎臓何が何か分かんないそして最後トクラスは腎臓大理石1種類そしてアクリルっていう形でこれこそアクリル腎臓大理石で1種類ようやくなんかちょっと分かりかけてくるような感じ納得いきますよねではまずテ員だなんですけれどもまあ以前からある この動画見てる方実は私ステンレスなんですって方結構まだリフォームだと多いのかなそして2つ目、えー、ショールームなんかで腎臓大理石ってあるんでしょアクリル系ねで人工大理石があるんでしょこれポリ系らしいよ本当にさっきのカタログ見てたらアクリルの人工大理石ありましたよねそして単なるアクリルのついてない腎臓大理石もありましたよねそして BMC 系 どこにもポリエステル系っていう表示はなかったですよね。でも皆さんなんで人工大石ポリエステル系って言うんでしょうかなんだかなということです。そしてえ今日は、えー、ご紹介しませんが、クオーツ天板、推奨90%以上、私も使ってますが、天然石のような形、もう本当に高級感のある天板になってます。これも人気ですセラミッックトップやっぱり リクシルでしょうか熱いフライパンに乗せることもできます。その他、クリスタル、テノールカウンターと、とうとうトクラスで続きます。で、今日やるのは、こちら。人造大理石 アクリル系、人工大理石、ポリエステル系ほんとその名前という形でいきたいと思います。テインタの素材、人造大理石、アクリル系、人工大理石、ポリエステル系なんです。そんなことを思ってる方、もしくは YouTube の動画見るとそういうの言ってますみたいな方結構私に来るんですけれど、こちら紐解いていくとですね、まず人造大理石、人が作るんですよね。人がいわゆる作るので人造大理石ってなってたんで、もともと 現場でですね、こう床で見たことありませんかこう昭和でいろんなものが出来上がった時、地下鉄のところとか下の床見てもらうと、こういったいろんな建物がありました。いわゆる天然石をこの中に入れて、セメントで人が作るんですよ。そして最後磨くっていう、これいわゆる寺像最近もまた寺像見直されてますよね。これがいわゆる人造大理石の語源という形になります。で本来でいくと まあ工場が作ったりすするものななんか人工なわけですよただまあそう言うとちょっと安っぽいかなということで実はコリアンなんかも工場で作った手板をバックガードと前だれつけて磨くじゃないですかこうやって磨くんですいませんこれ人工じゃなくて腎臓にしてくださいそんな感じで腎臓に入ってきたのかなと思うんですけどねで人工大理石アクリル系人工大理石ポリエステル系 こういうふうに言うのがやっぱり自然かな。ですかとうとうはこのまま言ってますよ。両方とも人工理石で、コーリアン、人工理石リズムル法ってやってるんですけれど、一部、だん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 、最近の傾向として、ポリエステル系っていうのがもう悪だみたいな感じになったから、もう、なるべく人造って言いたいっていう。 これがやっぱり一つのややこしさの原因ですね人工 VS 腎臓大理石問題一つまず解決しましたこれでいきましょう人工大理石アクリル系人工大理石ポリエステル系というふうになるんですじゃあアクリルは熱に強くてポリエステルは熱に弱いってそうやっていろんなホームページで見たんですけど正解です以前はですねアクリル系いわゆるコーリアンこれ えー、メタクリル樹脂、MMA 樹脂を使っている、これがまあ熱にも強かったです。で、ポリエステル系、いわゆる成形して、船型みたいなものに入れていく、マーブライト、トートマーブライトのオニックスとか、こういった感じですね、で表面に昔は、艶があるゲルコトスをついてたで、この成形タイプ、一、まあ、つ型作ればバックガードとか前だれとか、一体成形なんで、そういった面でいうと、大量生産、こっちの方がリーズナブルにできる、ただ、熱に弱かったということで、結構洗面化粧台とか、ドライヤーとかですね、茶色くこう厚くて変色する。 キッチンカウンターにも使ったんですけどやっぱり熱に弱かったということでコーリアンは当時やっぱり非常に高かったなぜなら日本ン社がパテント特許技術を持っていた独占ということですよねでそのパテントが開放されて今は、えー、アクリル系コーリアンのこのメタクリル系樹脂だいぶリーズナブルにやってますいろんなメーカーが作り出してますんでねただし今の主流は人工大理石 BMC 系が主流になってるんです いわゆるバルクモルディングコンパウンド系人工大理石これは吉本産業の40年前から開発されて製造販売してどん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 広がっていってますねでいわゆる皆さんが思ってるポリエステル系ポリエステル系って言ってるのはこの BMC 系なんですよですから昔熱に弱かった もうポリエステル系って世の中にほとんどないんじゃないですかいやあの洗面とかパブリックとか一部ありますけどねで高圧プレス成形なんですこの BMC 系はですから作るときにそもそも熱硬化性の樹脂を入れてそれを熱炎でプレス成形するですからガラス繊維入れたまあ FRP みたいなものですか大量生産ですよですから硬くて樹脂っぽい感じそうなんですですから人工代理的に安い方を見たらなんか樹脂っぽいってよく私も言われてますそうですです だってこんな作り方ですから、もうまさしく FRP と同じような感じですよね。BMC 系。ただし、この人工代理石いわゆる BM 式系が出てきたことによって、75%以上がもう市場を占めてるんです。国内の人工代理式、金字ドの75%以上が BMC 系ですよ。いろんなメーカーがこの BMC 系作っています。で、BMC 系ってこれよーく見ていくと、まあ、この中型方、えー、型に入れる方ですか。 えこちらの方についてはゲルコートなしとゲルコートありこれがポリエステル系 TOTO が作ってたやつ TOTO は今ゲルコートなしで洗面のカウンターの方に入れていますやっぱりゲルコートなしの方が熱に強いんですかねでこちらメチルメタアクリレート樹脂 MMA 樹脂これがコーリアンとはじめとするああいうアクリル系なんですで BMC 系はまあマトリックス樹脂っていうからいろんなもの入ってるんですよ充填剤とか強化剤とか複合材料なんですそれをまあ え実際にアクリル系もいけるし、ポリエステル系も選択が可能という形になっています。そうなんです。BMC 系はここです。はい。アクリルも選べます。えー、そうですよ。だから、一体成型になってるから BMC じゃないのと思ってたかもしれませんが、一体成型いわゆる前だれとかバックガード一体成型大量生産できるんですよ。アクリル系で BMC。こんな感じ。で、もともとはポリ系だったんですよ。BMC 系。ただ、 やっぱりポリっていう名前よりアクリルっていう方がなんか高級感があって強いっていうのがやっぱりコーリアンから来てるわけですよじゃあそうするとちょっとポリでも本当はいいけどまあアクリルで作ろうかみたいな感じがちょっと見え隠れするなっていうのが本当のとこです BMC 系人工大理石の特徴薄くても強いんですよこれは6ミリなんですですからよく、えー、8ミリ6ミリあるんですけど徳良さんなんかうちは倍なんですっていうのはこの BMC 系を意識して2倍の厚みって言ってますで元々 作るときに、こういう耐熱樹脂使って熱で伸ばすわけですよ、プレスで。だから熱や薬品にも,もちろん強いですよ。ですからよく間違ってるのが、このコーリアン、要は高い方のアクリルと、下の方の BMC 系、どっちがいいんですかいや、こっちの高い方の方が熱に強いですって言ってますけど、そんなことないですよ。もともと熱に強いんですよ。そこをちゃんと勘違いしないと、これ、TOTO のカタログ見てください、クラッソ。コーリアン、220度に加熱した鉄製のフライパン、200度で、 放置して OK こっちライトストーンに BMC 系見てください三百六十度えそうですよ、まあ、これ実際の試験をどういった形で同じ試験やってないにしてもどっちにしたって熱全然弱くないんですよですからあなたがもしショールームで熱に強いだったらこっちって言われてるのはちょっと違うかなという風うに思って、まあ、厳密に言うとですね何が違うのかこの後やっていきますねじゃあまずはこれを解決しておきましょう二つ目 アクリルとポリエステル系。つまり、アクリル、メタアクリル樹脂ですか ?MMA 樹脂でしたね。で、BMC 系は熱塩プレス成形、熱にも強いんです。そして、大量生産できます。本日の質問、戻ってきました。人工大理石は、価格の違いでどう変わるのだろう。これ一番重要にし、皆さん気になりますよね。で、まず、 これを見るんだったらもうトクラスだけでいいんですよ。MMA 樹脂のものしか作ってませんから。なので、このクラストン、どういったところを売りにしているか。それはまさしく、狙うは BMC 系、リーズナブルな天板より絶対うちがいいよって言いたいわけですよ。だから、その一番のカタログを見ていくとここです。簡単お手入れで、毎日が清潔に。いわゆる無効質なんです。ほとんど穴がない、染み込みにくい。そして 普通に何か小さな小傷もペーパーで同じように均質に磨いてアンチエイジングできる調味料など染み込むにくいっていうのは大きいですねですからどうしてもですね、まあ、BMC 系で作っているシンクなんか、まあえー、ホームページなんか見るとですね結構シンク人工大理石染みとか見たら、まあ、多くはおそらく BMC 系という形になってますねチェックしてみてくださいそしてアクリル腎臓大理石 MMA 樹脂これはだって やっぱりこういったのがメンテナンスがいいわけですよ。すり傷せるけもし仮に染み込んだとして、カレーとか、そういったもの染み込んだとしても、こういったメンテナンスが簡単にできますよ。なので、結果、とっても満足する方が、このトクラスのアンケート、まあ自社のアンケートですけど、やっぱり悪かったら載せませんよね。ということで、アンチエイジング、リニューアルできるアクリル、腎臓大理石、お手入れ性がいいということになります。こんな感じですね。ですから、 同じように見えて、似て非なるものかなって、この同じ人工とこの MMA 樹脂の場合。ただ、ステンレスから人工大理石になったら、やっぱり私も、あの、いわゆる BMC 系使ってたんですけど、やっぱりいいですよ。つるんとしてね、表面が、お手入れもしやすいですし、高級感もありますから、だから予算的にもしいけるんだったら、アクリル人造大理石 MMA 樹脂を使った方がいいですし、予算ないんだったら、アクリル系 BMC 系。 プレス成形でも聞いてあげてください。これ、プレス成形ですかそれとも MMA 樹脂ですかこれですよ。プレス成形で作ってるのか一体成形の MMA 樹脂なのかこの聞き方が一番分かりやすいかなと。ただ、もう聞かなくても質感見たら分かると思います。そのメリット、この後ほどやりましょう。ですから、このアクリル腎臓大理石シンク。これなんかは、やっぱりお手入れ性いいかなと思いますね。これ、宝ですね。擦り傷なんてすぐ綺麗やっぱり、もし仮にですけど、沈着した時、この辺も、 やっぱりゼロではないわけですよ。いくら、えー、MMA 樹脂でも。なのでそういったとき麗に取ってもらえる。ナイロンのたわしで補修できますよっていうのがトクラスの売り。そして私はこれだと思います。腎臓大好きの美しいカウンター。ここです。何が美しいか。やっぱりコーリアンが売りにしていたこれなんですよ。透明感、明るさ。 質感、この辺が全然違います。なので、クラストンは光がないまで入り込んで、カンタが明るく感じられます。もう見た感じ、私の LINE 式師なんか全然違うんですけど、タカラもそうですね、この MMA 樹脂の高級なカンタものを入れてますなんかタカラのやつめちゃくちゃ良かったんです。それとは MMA 樹脂ですから。ですから、アクリルという名前に騙されないでくださいねということです。ですから、これ、クリナップ。いいですよ、これ。コーリアン。 やっぱり質感もいいですし、ショールーム行った時にこの天板見るといいなと思います。こちら、宝の方のトレーシャー、こちらの方も MMA 樹脂いいですね。では、本日まとめましょう。一つ目。 人工大理石と人造大理石。これはもう一緒です。名前分けません。二つ目、アクリルとポリエステル系。これも昔は分かれてましたよ。アクリルイコール MMA 樹脂コーリアンだったんですが、今アクリルは実際、えー、他の人の BMC 系、プレス製系でも使われてますので、これだけで判断するのは NG です。三つ目、BMC 系。これが出てきたので、もうここ、 20年ぐらいで一気に市場の75%人工大敷地を取っちゃったプレス成形大量生産できるんでただやっぱり光とかそういったところはなく樹脂っぽさはありますよねそれは多分皆さんショールーム見てあ確かに値段の差あるなと思われてるんじゃないですかそして MM 樹脂メリット染み込みにくいということですねですからシンクなんかに使われるとこの MM 樹脂の方がいいですよということはあると思いますそしてさらになんと言ったって質感 それからメンテナンス性、この辺も MMA 樹脂メリット。で、BMC で磨いたらどうなるんですか ?BMC もあの磨くことはあります。えー、磨くことはあるんですけれど、いわゆる金太郎飴のような無効質の m、MM、m 樹脂と違って、やっぱり光り方が変わってきたり、ですから、お手入れ方法を見てても、コーリアンの方が、m、MM、m 樹脂の方がよりお手入れ性が、まあ、均質に磨いたりとかできるっていうことですね。 ですから、一回磨くと、BMC の場合はですね、だんだん表面に傷がついて、そこに汚れが溜まっていく。うーん、そこ悲しいな。だから、洗面ボールなんかも、私は、BMC よりも、今もう陶器ボールの方がいいなっていうふうに、最近思っています。はい、ということで、最後、BMC 系、アクリルがあるっていうこと、ここ注意してくださいね。なんか見ますが。 えー、アクリルって言われたら全部これアクリルだからいいやつじゃないのって言葉じゃないですよ本質です本質は BMC 系プレス成形だということになりますはい LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます是非ヤさんにスタンプと、えー、メッセージもらえるととっても嬉しいです次の動画でお会いしましょう最後までありがとうございました